宇宙世紀00791月、ジオン公国による独立戦争は転機を迎えていた。地球連邦軍はオデッサ作戦を開始。この作戦にはある特務部隊が参加していた。ジムの実戦データ収集を行う支援小隊、通称ギャザーロード隊である。戦場を吹き荒れる鉄の嵐の中、その現象は突如起こった。小隊長、作戦開始よ。了解。2号機、3号機、援護してください。うわー、そこだ。小隊長、小隊長、応答して。こちらギャザーロード隊、いた。ドイタル、意識消失。小隊長、作戦前なのよ。小隊長、ユノ特務総長、緊急回線を。分かったわ、ハロ、回線つないで。了解、了解。りょ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 、うかい。ハロー小隊長、ハロー小隊長。お前が俺でうるさい、黙って聞け。先に聞いておきたい。認証コード確認、名前を登録しろ。ここで戦う君の名を。登録完了。階級は少尉。地球連邦軍所属、特務小隊。バイタル回復。小隊長、大丈夫？オデッサ作戦は。RGM79、ジム。オデッサ。ジオン軍の陸上戦艦ダベデ級陸戦艇、戻されたように感じる時間、戦場を取り巻く違和感。このオデッサ戦線で自分たちの運命を、否、歴史を変える何かが起きたことを、ギャザーロード隊小隊長だけが感じていた。モニタリング開始。マーカーに従って目的地まで移動して。ステップ、ダッシュ、ジャンプ確認しろ。ブーストゲージの残量にも気をつけてね。この先曲がり角になってるわ。警戒して。カメラ回せ、カメラ回せ。どこに敵がいるかわからないですか。今はあなたよ、小隊長。ロックオン。ロックオン成功。狙った敵を正面に捉えられるからね。
格闘攻撃を解除するわ。特殊格闘やってみろ。特殊格闘ジャックできた。すごい小隊長。まだ来る。小隊長打ち上げちゃって。敵無防備、敵無防備。ジャンプしてる時に打ち上げ攻撃すると叩きつけになるから、それも試してみて。ザッソー。早くも2機目のザクを撃破。やるじゃない。敵機複数増援、先手必勝、先手必勝。そうね、回転攻撃ならまとめて切れる。小隊長チャンスよ。